なしに船橋に収まってないということだね。あー、だからしたー、はい、バイ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 したー、キングがね、うまくまとめましたけども、はい、これは事前に照らし合わせた問題でした。なるほど、しょということでね、よし、船橋のみがご当地キャラ界のキャラは大丈夫、はい、クナッシーということで、皆さん0ポイント、残念。はい、もうね、会場の皆さんクナッシーと思ってましたね。本当ですか、はい、お、子供から何かもらったの、子供から何かもらったの、子供から何、嘘嘘、クナッシーだす、あー、嬉しいですか、ありがとう、クナッシー顔文字が可愛いですか、ね、クナッシーのサインにちょっと似てます、ありがとうですか、はい、さあ、じゃあ続いていきましょう、第2問、じゃじゃん、じゃじゃん、はい、船橋の人口は何万人でしょうか、これでもすごい難しい、突然の、じゃあ一番近い方に10個いただけようか、あ、そうですか、ね、はい、さあどうでしょうか、皆さん何万人ですかね、万ですよ、さあどうでしょう、シンキングチャイ、でかいよな、ねえ、ダムレシア、大きな
ちょっと某ね、ピカチュウのやつ出てきそうな感じですけど。おはい、じゃあ、正解はふなっしーから発表してもらいましょうか。正解は、はい、ひまわり。はい、もしくは、はい、サザンカでも OK らしいでしょう。さすがです、ふなっしーさん。正解ということで、皆さん、いなかった。今のところ5人と書いてあるだけで。ひまわりつけてるね。ね、優しい。それを意識してふなっしーはつけてるの？あ、もちろんですよ。なるほど。はい。さあ、それでは、続いての問題、あと2問いけるかな？いけますか？あ、大丈夫です。じゃあ、はい、あと2問いきます。はい。第4問。じゃじゃん。船橋にかつて存在した船橋ヘルスセンター、ここでしばしば公開収録をされていたテレビ番組とは何でしょうか。いやー、これもいい問題でした。ちょっとね、この辺でしょ。あ、ちなみに会場の皆さんでご存知の方、船橋ヘルスセンターです。あ、こちらほら、あー、なるほどでした。もう今手当てた人は結構ね、うん、あんまり言わないですね。はい。今何も言ってないです。させてくださいね。はい、じゃあシンキングタイムスタート。チャカチャカチャ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 さん、8時だよ、全員集合。懐かしいでした。はい、拍手してみましょう。さあ、そして続いてかけたキャラさんはいるかな。キングかけた。ああ、かけた。はい、どうぞ。あ、わし、はい、はい、どう、はい、キャバクラ物語。知らん。やってなかった。キャバクラの深夜のドラマシュ。やってなかったな。やってないです。やってないな。でもそんな番組があったかもしれないけど。そうな、昔昔。、うん、この問題の答えではない。流しではない。というかあれですね、答え言う前にもうこれは違うって。ねえ、いや、まだ分かんないし、キャバクラも分かんないかもしれないし。カバがいっぱいある。続いてカバルは、あ、はい、ダンドリフ。おお、ドリフ多いですな。ドリフと8時だよ、全集合は違うもの。ドリフはチーム名ですな。ドリフターの略だし。あ、なるほどね、違う。さあ、いっちゃん、ナシ TV、もうテレビにあのふなっしーが描かれてますけど。あ、そんな頃から。そんな頃からね、私の幼少期おったらしな。まあ確かに1876歳ですから、ありえないことではない。そうですね、プラスに来たもんじゃないし。はい、そしてポタ、ポタ、ここも出てきたでしょ。スルちゃんのプッツンファイブ。めっちゃめちゃ何これ。普段もいいことないですな。え、これ番組ありえる、ありえる。もうこれ番組本当にあったの。スルちゃんプッツン知らないのし。わかんない。え、マジで。うん、スルちゃんよ、プッツンファイブ。これ多分分かる人はやっぱそれなりに。何というクイズに
ふなっしーが答える回答は何？ああ。ちなみに結構ね、船橋って名産多いから。確かに。海苔とかもだよね。で、よし、言っちゃダメだよ。あ、ダメか。言ったらダメ。ふなっしーが答えそうなやつですね。そうそう。はい。これにしようかな。ふなっしーが答えそうな船橋の名産は何？ジャスト問題で100ポイントです。はい。さあ、書いてますよ、皆さん。OK かな？ふなっしーは、うん、聞いただけでもさ、うん、一般思いついた？え、なんか、いや、私は多分ね、4分できたんですよ。さすがですね、早いですね。じゃあ、そろそろかな？ OK かな？じゃあ、3、2、1。はい。ありがとうございます。終了終了。さあ、それではラストみんなにバーンと出してもらえますか。あ、こっちに入れよう。あ、じゃあこっち見ない方がいいですか。あ、そこそこそこ、ふなっしーさんはこちらを見ない。はい。じゃあ言わない方がいいですもんね。そう、まず開けてからふなっしー。じゃあごめんなさい、遠くの方後で言いますのでね、すいません。じゃあ行きましょう、せーの、ババン。みんな声出しちゃダメですよ。あーあー、これこれね、あー、あー、なるほどなるほど。そしてヤジは、あー、ポタはこれですね。やっはい。さあ、それではふなっしーさん、お、正解をお願いします。正解はホッピーのすがい。さあ、ということでホッピーのすがい書いた方、え、いないらしい。誰もいないぞ。わしが一番近いかもしれない。梨味のワイド。いっちゃんがソース焼きそば。あ、これね。ソース焼きそばも考え。ソース焼きそば、ソース焼きそば普通じゃねえか。ソースラーメンなし。で、ニャジがキウイとカメムシ、カパルが梨。普通に乗りつこみやってたじゃん。後ろから行く、キュー、あとダメだよ、あの無理しちゃダメだよ。はい。